令和最初の鹿児島王者となった2019年以来4年ぶりの優勝を目指す神村学園。今年のチームは秋の県大会で優勝、夏の前哨戦5月の県選抜大会も制し2冠を達成。今大会は堂々の第1シードで臨みます。必ず去年の夏の借りをこの夏に返すんだという気持ちで、あの小牧球場で全力で野球をしたいなと思います。チームには県内2冠のおごりはありません。なぜなら去年は春の九州大会で優勝するなど自信をつけて夏に臨みましたが、1回戦でいきなり鹿児島実業と対戦し初戦敗退。あまりにも短い甲子園への挑戦となりました。去年あれだけの力があってもやっぱ夏は違うんだということは、あの去年の3年生に教えていただいたんで。相手は超えてるんですけど自分たちは超えてなかったりとか萎縮してしまうのがあったので、その場面で負けていたのかなっていうのがありましたね。その悔しさを当時2年生ながら味わった今年の3年生がチームを引っ張ります。最上級生になってからの大会打率は驚異の6割超え。一番打者としてチームを勢いづける今岡歩夢に、長打力と勝負強さが持ち味のクリーンナップ秋元が打線の軸。投手陣は去年春の九州大会優勝に大きく貢献した右の松永に、春以降調子を上げてきたサウスポーの黒木と左右のエースが中心です。自分と黒木でやっぱライバルっていうか、まあ、そういうふうに自分は思ってて、自分がチームを勝たせるっていうそういう強い気持ちを持ってマウンドに立って投げようと思っています。松永がダメだった時は自分が抑えて、自分がもしダメだった時は松永が抑えて、2人の力で夏は頑張ろうと言ってます。下級生の力にも期待がかかります。2年生でパンチ力のある正林はチームの4番候補。この春入学したばかりの今岡キャプテンの弟拓夢も1年生ながら攻守に存在感あり、下級生が上級生を甲子園に連れていくは代々受け継がれる神村学園のポリシーです。チームを勝利に勝たせるようなバッティングをしていき、3年生と一緒に甲子園で1日でも長く野球ができるように頑張っていきたいです。1年生らしく全力プレーで兄弟で甲子園に行くことが目標なので、その目標は1回しかチャンスがないので、この夏に向けて必死に練習していきたいと思います。そんな神村学園、今年はある言葉を掲げて取り組んできました。チームスローガンでもある気合いという言葉があって、気持ちの気に愛情の愛を書いて気合と言います。チームスローガン気合。それまでは自分中心のプレーになりがちでしたが、この言葉を意識して支え合うようになり、守備の連携や打線のつながりが向上したといいます。自分のためというより誰かのためにっていうやった方がやっぱ大きな力になると思うので、まあ、そういったところを今全員が理解してできていっていて、まあ、チームがどんどんこううまくやっていけてるのかなって思います。ピッチャーがもしもピンチの場面とかだったら、その内野手が助けてあげたりとか、最後のワンプレーとかで球際とかに出てきたり、やっぱりここぞの場面の一本とかに出てくると思います。今どうですか、チームへの愛は。結構あると思います。また野球部にはマネージャーがいないため、学校の仲間がお守りを作ってくれるなど、学校からも愛が注がれています。神村学園野球部の1期生から3年間で甲子園を一度も経験できなかったのは、実は去年の代が初めて。その悔しさを力に変え、この夏は気合十分で甲子園をつかみ取ります。期待に応えるように一戦一戦戦っていきたいという気持ちがあるので、気合をグラウンドで出して、覇気だったり気迫を出して、去年果たせなかった甲子園出場を今年は自分たちが果たせれるように、まず鹿児島の頂点を取って、そこから甲子園でも優勝できるように頑張っていきたいと思います。鹿児島の10分取るぞ、せーの、鹿児島